さんこんにちは、大串です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテスト3の7番の解説の動画となっています。問題を解いていない方もですね、この後すぐに問題を表示しますので、それを一緒に解いてから解説の方に移るようにしてください。ではまずいつも通り選択肢から目を通していきます。そうすると A が Light、 B が Later で、 C が Last で、 D が Lightest になっています。でこれを見れば Late という単語と Late を非下級であるとか、もしくは最上級にした単語が並んでいるなということはわかると思います。しかしちょっとね、今回これだけだとちょっと解く手がかり、ヒントがまだ見当たらないので、空欄の前後に目を通していくことにします。そうすると前には No があって、その後ろには Then があります。でこの段階でですね、後ろには Then があるわけですから、 Then があるということは、あ、この問題は比較級がこの文章の中に使われているはずだということはわかりますね。で、実は今回ね、選択肢の中に比較級は B の Later。これしかないですから、答えとしては B ということになりますね。で、一応答えはこのように出るんですが、実際はですね、この No Later Than という表現はもう絶対に覚えておいてほしいものなんですね。まず Late の意味から確認していって、その後ね、No Later Than の意味を見ていくことにしましょう。まず非常に大事な基礎単語の late という単語ですが、これは基本的には形容詞と副詞として使われます。まず形容詞としては、何かこう約束の時間、予定の時間に遅れた、遅刻してしまったとか、もしくは単純に時間的に遅めのといったような意味があります。で、副詞はですね、形容詞の意味が副詞に変わるだけですから、予定の時間とか約束の時間より遅れてとか、単純に時間的に遅めにといったような意味で使われます。まあ、他にもね、細かいことを言うといろんな意味があるんですが、まずはね、ここをしっかり押さえるようにしてください。ではこれを踏まえて、先ほど問題に出てきた No later than の意味について見ていきましょう。そうするとまず No、これは、まあ、強い否定を表していると思ってください。この場合は、まあ、非常に強く否定している感じのイメージ。で、何を否定しているかといえば、今回はこの later than を否定していると思ってください。じゃあこの later than をまとめて意味を取ると、なんとかよりも遅くといった感じになりますよね。で、この no later than の後ろに来るのは、今回問題でも 8am tomorrow という感じで、まあ、時を表す言葉が来てますよね。ですから、ここの部分には、時間であったり、まあ、日付であったりなどの、時を表す言葉が来るんだというふうに思ってください。で、ある時間があって、それよりも遅くはダメだと言ったら、もうその時間までじゃないといけないということになりますよね。ですからこれは、ほにゃららまでにという意味になります。まあ、要するに、期限を表す表現として使えるわけですね。まあ、似たような意味で使えるものを一つ挙げるのであれば、前置詞の by ほにゃらら、これもなんとかまでにという意味で期限を表す表現として使えますから、この二つね、セットで覚えておきましょう。ですからこれ全体の意味としては、 You have to come to work、 あなたは仕事に来ないといけないよ、 No later than 8am tomorrow ですから、明日の午前8時までにという意味になっているわけです。この No later than、 TOEIC ではもう非常に出てくる表現ですから、絶対に覚えておきましょう。で、今回選択肢の C と D の Last と Latest、 これも実は非常に重要な単語になります。で、これを押さえる上で Late の比較級と最上級も押さえておくと非常に役に立つと思いますから、それも合わせた上で C と D の意味を見ていきましょう。で、実はですね、 Late にはですね、二つの比較級と最上級があるんですね。で、これはどっちもね、しっかり整理して覚えてほしいんですが、この二つの使い分けは意味の違いで使い分けられていて、一つ目が時間的に遅いという意味です。で、二つ目が、順番的に遅い、順番的に後ろであるという意味になります。で、それぞれ見ていくと、まず時間的に遅いの方が、当然まず late があって、比較級は later、 で、最上級が latest になります。で、順番的に遅いの方は late、比
下級が ladder で最上級が last になります。でこれを踏まえてそれぞれの意味を見ていくと、まず latest ですが、これはまず基本的に名詞の前で使われてですね、例えば his latest book のような形で使われます。でこれ直訳すると、彼の時間的に最も遅い、時間的には最も遅くに出した本というような感じになりますよね。で、時間的に最も遅くに出したということは、分かりやすい日本語で言い換えれば、最新のという風に訳せますよね。ですから、latest というのは、最新のという意味で使うことができるわけです。一方、last の方はですね、順番的に、順序的に一番後ろの一番遅いということですから、単純に最後のという意味になります。まあこれは日本語でもラストって言ったりしますよね。ですからイメージがつきやすいと思います。で、一応ね、具体例見ておくと、The last train といえば、順番的に一番後ろの、順番的には一番遅い電車ということですから、これ終電ということですよね。まあよくね、Miss the last train、終電を逃すといったフレーズの中にね出てくると思います、まあ、とにかくですね、この2つ非常に重要な単語になるので、まあ今の違いも含めてしっかり整理しておいてください。で今回ですね、問題文の中に come to work という表現が出てきました。でこれに関連して一つ重要なことを押さえておきたいので、そこを見ておきましょう。では come versus go ということでですね、これらは日本語では come は来る、 go は行くという風に単純にね訳で押さえてる方が多いと思うんですが、それだけしかないとですね、結構使い方を間違えてしまうこともあるんですね。ですから今回は come と go の正確なイメージを掴んでもらって、正しく使えるようにしていきましょう。ということで問題一つ用意しました。まず答えてみてください。以下のイメージの違いを答えようということで、一つ目がI'll come to work で、二つ目が I'll go to work で、これら二つは使われる場面が違うんですが、どっちをどういう場面で使うか想像してみてください。で、これですね、実は訳語だけ見ると結構二つともですね、仕事に行きますっていう風に書かれてることが多いんですね、まあ、つまり同じ風に訳せることが多いということなんですが、訳が同じなんであれば一体何が違うんでしょうか。で、これを理解するために、come to go のイメージの違いを見ていきましょう。まず、come のイメージからですが、come というのは、ある基準があったとして、そこに対して、近づいていくイメージになります。で、実はですね、誰かと話している時っていうのは、この、話している相手、ここが基準として扱われることになります。ですから、誰かと話している時に、come といった場合は、その話している相手に対して近づいていくっていうイメージになるわけですね。ですから、この1番の I'll come to work。これは、今いる自分がいる場所を A。で、職場を B だとすると、まあ、とにかく職場には向かうので動きとしてはこういう風になりますが、まあ、come を使ってあるということはですね、職場に行った結果、話している相手に近づくということですから、話している相手はどこにいるかといったら、当然 B の職場の方にいないと困りますよね。ですから、I'll come to work の方は、話している相手はもうすでに職場にいて、その人と話をしているというような状況なのではないかというふうに考えられます。まあ、とにかく、come というのが、基準に近づいていく、話している相手に近づいていくというイメージは掴んでもらえたのではないでしょうか。で、付随してもう一つ重要な表現を押さえておくと、よくですね、まあ誰かに呼ばれる、例えばお母さんとかに呼ばれて、あ、すぐ行くよという時に、I'm going soon ってこれ言えそうなんですけど、こうは言わずですね。I'm coming soon にしてくださいというのは、まあ、いろんな文法の問題とか表現集でも出てきますよね。まあ、これもですね、come の基準に近づいていく、話している相手に近づいていくというイメージさえ分かっていれば、すぐに理屈は理解できますよね。まあ、日本語だけで考えるとね、行くだから go となりそうなんですが、come のイメージをちゃんと掴んでいれば、誰かに呼ばれて行く場合というのは、当然、その話している相手に自分が近づいていくということですから、相手に近づく行為ですよね。ですからこれは coming にしないといけないわけです。まあ、とにかく come というのは基準があってそこに近づいていくイメージ。話している相手がいれば話している相手に近づくイメージなんだということは絶対に押さえておきましょう。
次に go のイメージですが、 go は先ほどの come と逆のイメージでですね、ある基準があったらそこから離れていくイメージになります。で、come の時と同様、誰かと話している時はこの話している相手、これが基準になるわけですよね。ですから go を誰かと話している時に使えば、その話している相手から離れていくというイメージになるわけです。ですから問題の2番の I'll go to work、 これは A を自分のいる位置、 B を職場だとすると、まあ仕事に行くのは間違いないですから職場には向かいますよね。ですからこういう動きにはなるんですが、で、 go を使っているということは、その仕事場に行った結果、今話している相手とは離れていくということですよね。ですから話している相手がいる場所というのは職場ではもちろんなくて、今自分がいる場所と同じだということになりますよね。ですから I'll go to work というのは、まあ、例えば自分が家にいたとしたら、まあ、家族とかに仕事に行くよという感じで言うときに使うわけです。まあ、家族に仕事に行くよと言って自分が仕事に行ったら、自分と家族の距離が離れますよね。こういったときに使うのが go になるわけです。で、先ほど come のときに、誰かに呼ばれて、自分がすぐ行くよというときは、I'm going soon ではダメで、I'm coming soon だという風に言いましたが、実際ですね、場面が違えば全然 I'm going soon というのは使うことができます。この場合は go を使っているわけですから、今話している相手と自分が、まあ、最終的には離れるということですよね。ですから、例えば今いる相手と離れて自分だけ、あ、まあ、ちょっともうそろそろ別のとこ行くわ、違うとこ行くわという時には全然 I'm going soon という表現を使えるわけです。とにかく go というのは基準から離れる。まあ誰かと話している場合は話している相手から離れていくイメージなんだということはしっかり押さえておきましょう。まあこのように come to go を押さえれば間違えることはなくなっていくと思いますから、さっきのようにね、整理して覚えておいてください。では最後ですね、問題に戻って全体を読んで終わりにしておきましょう。 You have to come to work no later than 8am tomorrow ということで、あなたは明日の午前8時までには仕事に来なければいけないよという意味ですね。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。